しょう。これ今こんな状態だけど、本当に栄えてた頃はすごい王国だよね。しかすごい立派な騎士団があって、すごいワイルドアームズバンジュラハン、どうなってんだ、豪華すぎるとこれ。これは強烈な刺激、強烈だわ確かに。豪華すぎる、どうなってんだろう、あれ頭、あれ頭、あれどうなってんの、どうなってんの、うまく、あれ来た、頭ある、いやあれ何あれ何、え頭でしょ、頭、顔、あ顔っぽい、あーもっかい戦いたい。セシリア踊ってないですねって言われたんだった、だからノマルか、さあ踊って踊って、もう後半っていうかほぼ終わっちゃうからさ、ダンジョンがなくなっちゃうからセシリアさん踊ってくれおう、出てきた、えぐいなぁ、さすがザックもショックだろうなぁ、かつての故郷というか久々にまあ戻ってきたと思うんだよね、それがこんな姿ですよ、あ踊ってるちょっとしんみりした話の時に踊ってもらわないでいいかなセシリアちゃん、ちょっと今踊るとこじゃないんだ、ザックがさ今多分悲しんでると思うんだよねすごく、あ、ついたっぽい
着いた。あ、これザックさんじゃないか。ここはギョギョザーですね。アクティカ城の、あった、あの吹雪の夜から数年こうしてここに来ることがあると思う。あなたは、これはフェンリルナイツ団長の証。ブラックフェンリルはなぜ、こいつを俺に託してくれるのか。俺みたいな騎士の違いはする。受け止めなくてはいけないんだ、この剣に託された騎士の思いに。ブラックフェンリル、剣の奥底に秘められたフェンリルナイツ団長ホルドバードの奥奥義が伝わってくる。新しい配置のヒントをつかんだ。おー、狼の牙と技、確かに受け止めたぜ。熱い熱い展開きた、強い。ブラックフェンリルやばい、これやばいなぁ。すいません、うるさくて。ほんと好きなんですよ、このフェンリルナイツうんぬんが。そして団長からのヒント、騎士の残留思念が伝えたヒント、これは気になるわ。ザックでもある、あ、でもダメだ、私トレジャーコールが私にはトレジャーコールが暑いなぁ。もう無理か、もう無理か。いやー、これは暑い。これ一旦行き止まりか、やっぱり。いやー、ちょっとあれだね、次戦うまでにひらめきたいね、ザック。いつもヒントもらってからだいぶかかるけどね。これ、あ、全体攻撃だ。見れば思い出すんだろうけど、何だったかな。ダイヤクラッシュ、あ、ちょっと強い場所だ。ザック頑張ってくれよ。危険物質、あー、すごい、初代からこの技が、あ、危険すぎる危険すぎる。これはいるなぁ。インフェルノ、魔法使いか、こいつ。あ、いける、どうしようかな。その前に、そういうか、シシレちゃんも本気を諦めかない。いや、強い。いやー、やばいな、ザックがブラックフェンリル持ってると思うとやばいな。熱いうるせえって
どっちから来たか分かんなくなっちゃうね。あ、先生だ。次だけどね。あ、エレベーター、これもありましたね。出てきたよね、ここで。モンスターとか、モズクが襲ってきてて。あれ、顔怖いやつの緑バージョンだ。ダークレイ。ネメシス。すごいの出てきた。やばい、笑ってる。あれ、いつも笑ってたっけ、こいつ。え、すごい笑ってない？こんな顔したっけ？やばいなぁ。2ピース得るかな。やばいやばい。
え、やばいやばい。怖すぎるだろ、怖すぎるわ。引き続きちょっとザックがひらめくまで頑張ります。さあ無事ザックがひらめきました。ついに来ました来ました。というわけで行きましょう。いるね、いますね、ザック。うわー、やばいなこれ。ゆるみなとザック、ロディ、セシリア、ここは俺一人で行かせてくれ。出せたな。ここに来るまでに時間がかかりすぎたぞ。できることならこんな形で再会したくはなかった。私の手は血に汚れ、すでに引き返すことはできない。それは俺も同じこと。大切なもののため引くわけにはいかねえ。ここで無様に剣を引いちまったら、あいつに笑われちまうどころか一生後悔してしまう。俺の胸には今でもあいつが、エルミナがいる。そのエルミナのためにも、ハーケン、お前はこの俺が切る。私の全てはここから始まり、ここで終わりの時を迎える。私の戦いは何も乱せない代わりに、何も失わせやしない戦いなんだ。たとえ魔に身をやつそうとも、な。来いザック、すべてを捨てたあの日から、お前が掴んできた力とともに。行くぞ、これが私の、霧姫の戦装束だ。そのちっぽけな力で奇跡を起こさなければお前に勝機はない。レディーハーケン。そしてあのひらめいた技がこれです。クロスディメンジョンでした。次元の狭間に敵を飲み込む、すごいこと言ってるけど半端ない技をひらめいちゃったわ。というわけで一騎打ちですね。まあ、共通してる技とかもちょっと使っていきたいけど、ちょっとこう披露しましょうかね。団長からのヒントで得た早打ちです。まあ、早打ち自体もレディーハーケン、まあ、エルミナの技ではあるんですけどね。なんかそれもすごいいいね。いこう、いけいけ。ザックさん、ザックさんちょっと頑張ってもらっていいですかね。マグナムさん来た。かっこいいな。ハーケンもかっこいいな。マグナムコング、あ、これ効かないパターンかも。これ即死、敵を飲み込むだか即死かもしれない。せっかくひらめいたけどね。でもあれしよう、アズライル。強い。ザックが強い。あと何しよっか、レイドギルティとかもやる。かっこいいな。しかもハーケンちょっと早いな、攻撃するのが。ヒーリングファクター間に合うかこれ。そんなに攻撃力は強くないかな。あ、大丈夫でしょ。あ、テンペスト大丈夫か。あ、できた。結構危なかった。結構危なかった、ね、
し、また行こう、ソニックビジョン。すぐ倒しちゃうかもしれない、もしかして決着つけよう。これで最後だね。きっとあのグラムなんで、私もやる。早いなー、風景早い。なかなか、いや意外に死ななかったです。ヒリンだった。で、行きましょう、ソニックビジョン。欲しい顔になったじゃないか。うわあ、この光はまだ気づいていないのか。これはお前の心が放つ輝き。不可能も可能とする絶対たる力。大切なものを守るために今までの自分を超える力。お前が放つ勇気の輝きだ。喋るな、頼む、もう喋るな。お前の周りからいくつもの大切なものがこぼれ落ちていったとしても、今のお前は他の誰よりも勇気の輝きを持っている。そいつはどんな力よりも。おい、目を開けてくれ。この城で散った騎士からお前宛ての言葉がある。聞いてくれるか。どんなに退屈でつまらない世界でも、ここはお前と私が出会った世界だから守って。俺はもう過去なんかに、復讐なんかにとらわれたりはしない。俺の振る剣は未来のために。西の獅子王が砕け散った。ジャスティン、我は人が失いし心の光、勇気を司るもの。我を呼び覚ましたのは人間の騎士の思いと散っていった魔族の騎士の思い。二つの思いの力が我に力を与え、再びファルガイアに呼び戻したのだ。過去にとらわれず己自身を超えるためならば、勇気の名のもとに我が名を呼ぶがよい。勇気の妄想。ザック、俺は大丈夫だ。それよりも俺も一緒に戦わせてもらえないか、ファルガイアのために。ここにはまだ守るものがあるってあいつが教えてくれたんだ。
勇気の妄想、ジャスティンのパワープレート。ちょっと若干言っちゃったんだけど、最初の方に。どうしようかな、じゃあ。ザックにつけてあげようか。やっぱりね。まあ、いいですよ。力が下がっても。行こうかな。ショボック終わっちゃったクロスリベンジダメだったねちょっと通称戦で使いますか。ここがなんていうか、こうずっと下に降りてきたんですけど、多分ここが抜け道というか、お城のね、ここを通って、まあ、当時のギャレットとエルミナは逃げてきたんですよね。この道を通りながら、向かいながらね。もう寒そうだな、外が近い感じ。ちょっと前にぶっ放そう。クロスディメンジョン、顔怖いな。なかなか命中が悪いか。ちょっと悪そうだね団長、使いこなせません。即死なのかな、やっぱりこれ。どんどんダークレイの餌食に。あ、うん、この手にある。ザック頑張って、キューちゃん回復しよう。あれ効かないね。君のリケリコ、敵はあれなのかな。手当てでゼロキュッツ、アーデルハイドの守り神ですね。手当てで25%上がるなんともね、なんともな感じなんだけど。そっか、なくなっちゃったよ。しょうがし、3体違うやつ出てくるバージョンの敵に会いたいな。使っちゃおう、マジックキャンプ。いや、ここ駆け抜けてきたのか、あの2人が。おお、ここ、うわー、裏出口か。ちょっと敵と戦いたいこいつ効かなそうだけど、やってみよっか。
れそうだ、頭か。これあー来た、危険物質。おー危険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 、これは危険。モールでいいかな、これは危険です。よしよしよし、ヒールの回復量ね半端ないわ。そうか、からお、ガディアの力が乱れている。まるで何かを訴えるような思いが涙のかけらから伝わってくる。姿を現しました。なんかマップ上で見るとちょっと今しょぼって思っちゃったけど、あれは本当にもう天にまで届くものすごい長い塔なんですよね。そこが最後のラストダンジョンになるわけです。というわけで、あー若干お金足りないかも。まさかのちょっとね、じゃあ一旦戻るけど、お金稼いできますね。ちょっと10万ギャラ欲しいんですよね。稼いでからとあるイベントが今できるようになったので、それを先にやろうかなと思います。とりあえず稼いできます。